鶴沢清治は、義太雄説の社味先方。本名は、中野島博史。縄文は、中印図二代目、鶴沢道八の養子。おいに六代目、竹本織田優と、鶴沢清樹がいる。門弟には、自家弟子の二代目、鶴沢東蔵、鶴沢清志郎、鶴沢清樹のほか、養父二代目、鶴沢道八門弟の預かりとして、二代目、鶴沢清志とも、 鶴沢聖助、鶴沢八助がいる。孫弟子に、鶴沢智之助、鶴沢清武鶴沢清忠、鶴沢清史上、鶴沢清方、鶴沢清人がいる。妻は、中野島智子中院津田、中国大連市出身。本名、中野島博士。1953年、四代、鶴沢清六に入門、清寺を名乗る。1五十四年、 9歳で、四橋文楽座で、初舞台。1960年、二大鶴沢道八。1964年、十代、竹沢や七二師次。近畿大学法学部中退。1972年、芸術編賞新人賞を受賞。1976年から1989年まで、四代、竹本小四次大部の三味線を務めた。1999年、 モービル音楽賞受賞。2004年、日本芸術院賞、恩師賞受賞。2006年、指示報賞受賞。2007年、重要無形文化財保持者に認定。2014年12月日本芸術院会員。2020年文化功労者。ありがとうございます。